ゲヘナ学園給食部のジュリと言います。お腹が空いたらいつでも私に言ってくださいね。ごきげんよう。あ、こっちの言葉の方がより自然かもです。はじめまして。あの、私が来てもよかったんでしょうか。邪魔だと思いましたら、いつでもおっしゃってください。あの、私が来てもよかったんでしょうか。邪魔だと思いましたら、いつでもおっしゃってください。小さいからって舐めないで。将来性はものすごいんだから。ゲヘナ学園給食部のジュリと言います。お腹が空いたらいつでも私に言ってくださいね。小さいからって舐めないで。将来性はものすごいんだから。怪我をされた方はいらっしゃいますか。私がすぐに駆けつけますよ。ミレニアム学園、音瀬こたま。先生の声が聞こえたのでここに来ました。ご主人様と一緒に楽しい一日を始めちゃおう。それで今から何をすればいいの？ゲヘナ学園給食部のジュリと言います。お腹が空いたらいつでも私に言ってくださいね。説明や解説が必要なら私に任せてください。今年も私に依頼したいと？まったくしょうがないわね、先生は。私の活躍、今年もすぐそばで見届けるといいわ。
条件はクリアされました。私たちは今日この瞬間を絆と定義し、証明することになるでしょう。本の中の物語のように、私たちの物語が始まります。ミレニアム学園。過ぎたるはなお及ばざるがごとし、今日だけは仕事を忘れて私と一休みしませんか。ごきげんよう。あ、こっちの言葉の方がより自然かもです。はじめまして。自警団任務の延長ですね。トリニティの安全のためならいくらでも協力します。試練が怖いとき、苦難に負けそうなとき、私が一緒に立ち向かってあげましょう。今年もたくさん私と遊んでくれるよね。おかえりご主人様。かわいいバニーさんの格好で待ってたよ。